お疲れ様です。カドちゃんのところから帰ってきました。今日の晩ご飯はもうね、事前にあのおっさんの仕込みで動画アップした、豚キムチで、ご飯もね事前にね炊いといたんですよね。で、ファミリーマートで、なんだっけ、皮、鶏皮、焼き鳥の塩とタレ2本ずつ買ってきました。最近焼き鳥食べてねえなと思って。でね、今日カドちゃんいなかったんですよ、実は。やっぱ心配になるじゃないですか。で、何度もカドちゃん、カドちゃんって呼んだら、向かいの家から来ました。で、まあね、動画にも撮りましたけど、また今日いっぱい食べてくれました、よかったです。で、そう、あの来月、この前先輩と城ヶ島猫活したじゃないですか。で、今度ことによったらですよ、9月、元アンダー18柔道日本代表の選手だった人と、城ヶ島の猫活することになるかもしれません。というかね、そのね、柔道ですごい人があれなんですよね、会社前のその陽君の時の後輩なんですよね。で、電話で話した時に、夏休みこれからだって言うから、じゃあ行こうかって話になって、まあそいつも本当に心優しくて、仕事も頑張ってできて、そうで、この前一緒に行ったあの先輩も、実はあの人ね、空手の埼玉県代表の方なんですよ。そうだね、そんな人ばっかなんで、俺の周りが。本当、心強いですね。では、今日の晩ご飯は、豚キムチと、皮と塩の焼き鳥。皮と塩、皮と塩ね、タレだ。と、米です。では、いただきます。